午後1時です。国交省の職員が広島車両所に入っていきます。立ち入り検査の対象は不正が確認された JR 貨物の広島車両所など合わせて3カ所です。国交省は不正が確認された貨車560両と機関車4両を検査するということです。 JR 貨物によりますと、不正行為は貨車などに使用する輪軸を組み立てる作業で、基準値を超える圧力をかけたにもかかわらずデータを差し替えるなど基準値通りだったとしていました。不正は7月に新山口駅で起きた貨物列車の脱線事故を受けた車内調査で発覚し、この車両でも不正が行われていました。